皆さんこんにちは、 TRX マスターインストラクターの永峰誠です。今日は皆さんと一緒にモビリティのワークアウトをしていきたいと思っています。モビリティのワークアウトはですね、エクササイズそれぞれがこう四肢の可動性を上げていくことを目的にしていますので、サスペンショントレーナー、ストラップを使ってしっかりとハンドルを引っ張ったり押したり、自分自身でストラップにテンションをかけるようにイメージ意識をしてください。ストレッチと違うので、ストラップにこう持たれかかって寄りかかったりは気持ちいいということではなく、しっかりと自分自身で手足を大きく動かしていくように動いていきましょう。ではまず一番最初は腕を大きく動かしていく TRX のウォールスライドというエクササイズからです。まず長さはミッドレングスに合わせてアンカーポイントに背中を向けて立ちます。ハンドルをしっかりと持ったら、ハンドルがちょうど顔の横ぐらいに来るところ、そして肘は後ろに引くことがなく前にしっかりと押し出すようにしてまっすぐ立ちましょう。ここで今話したようにこうもたれかかったりするようなことではなくて、ハンドルをしっかりとしていきます。ではここから大きく手を上に上げていきます。しっかりと頭の上に上がった時もストラップがたるんだりすることがなく常に押していてください。肘を体に引き寄せるようにして下げていき、だんだんと大きく天井に向かって手を高く持ち上げていきましょう。拳を天井の方向に高く突き上げるようにしてあげていき、肘を自分の脇につけるように下げていきます。少しハンドルが体の遠くを通るように円を描くように動いてもいいし、まっすぐ上に上げてもらっても大丈夫です。少しずつ肩を大きく、壁をスライドしていくエクササイズなので、自分の体の前に壁があることをイメージして、そこに手や肘を押し付けるようなイメージで動いていきます。これが TRX のウォールスライドです。続いて TRX のロアバックストレッチというエクササイズです。ここでは後ろに体重をかけていくんですが、自分自身で体を大きく動かしていくようにしましょう。ミッドレングスでアンカーポイントに顔向けて立ったら、ハンドルを持ってお腹の高さにハンドルが来る位置を見つけます。足の幅は少し狭く腰幅ぐらいにしてもらい、膝を軽く曲げたら後ろに尾骨を引き下げていくようにしていきます。自分自身で床をしっかりと踏みつけ、お尻を後ろに遠ざけるようなイメージです。一番深いところまで来たら背骨を中心に体を回していきましょう。この位置でもしっかりと後ろに体重をかけてください。左右に入れ替えながら、ここでもまた少しずつ大きく体の向きも開いていき、後ろにずっと体重をかけながら自分自身で大きく体を回していきます。だんだんとだんだんと大きく、最後は体を正面に戻して体を起こしていきます。続いて TRX の T スパインローテーションです。できる方はシングルハンドルモードにしてもらいたいんですが、できなかったら片方だけハンドルを持ってもらっても大丈夫です。アンカーポイントに対して横向きで立ってもらったら、アンカーポイントとは反対側の手でハンドルを持って胸の真ん中につけましょう。そして足は内側の足です。アンカーポイントに近い方の足が前に来て、反対側の足が後ろ、前後に開いたところまで準備ができたら、ハンドルを持ってないアンカーポイントの近い方の手をストラップで触るようにして、指先を見るようにしながらゆっくりと腕を伸ばしていきます。完全に腕が伸びるところまで来たら、体を大きく開いて回旋させていきましょう。ゆっくりと呼吸をしながら、自分自身でこう体を横に動かしていくようなイメージです。大きく開いて起き上がっていき、もう一回ぐらいいきましょう。腕を伸ばしてしっかりと姿勢を整えてください。この時にお尻が下がったり腰が反ったりしているとうまく体が回らないので、できるだけまっすぐになることをイメージします。戻ってきたら反対側も同じように行っていきます。アンカーポイント横向きに立ってまっすぐ立ったら大きく体を開いて、ここで反対側の肩に体重をかけるようにして大きく体を開いていきます。と回すようにして、無理に体重をかけすぎる必要はないので、体が大きく開くところまで大丈夫です。ゆっくりと起き上がったら、今度は TRX のヒンジのエクササイズです。ワイドスタンスのヒンジのエクササイズになるので、
ハンドルを2つに戻しましょう。そしてアンカーポイントに顔を向けて立ったら、ワイドスタンスなので足を肩幅ぐらい少し広く開いてください。つま先は正面を向けて、外側にできるだけ、まあ、可能な限りでいいですが、開かないように正面を向けておきます。両手でハンドルを持ったら、ちょうどお腹の高さぐらいにハンドルを置くところを見つけてください。ここから膝を軽く曲げて、しっかりとハンドルは自分の方向にぐっと引き寄せて、ストラップにテンションをかけるようにしましょう。股関節から体を前に倒していき、ハンドルを前に押し出すようにしながら、股関節を大きく屈曲していきます。この位置でもハンドルはしっかりと下に押していてください。一度ハンドルを引き寄せながら起き上がっていきます。もう一度いきます。ハンドルを前に強く押し出していき、では今度はこの位置で足を少し曲げ伸ばしながら床を踏みつけるようにして、ちょっと左右に動いていきましょう。少しきついなと思ったら大きく動いてもらっても大丈夫です。できそうな人はできるだけ左右に体を動かさないようにしながら床を踏むようにしていってください。正面から体を起こしていきます。続いて TRX ボトムアップスクワットになります。これもミッドレングスでアンカーポイントに顔を向けて立ちます。今度はスクワットなので、自分自身がしゃがみやすい足幅を見つけてもらって、肩の真下に肘が来るところです。ここでハンドルをしっかりと後ろに引いてストラップにテンションをかけます。このハンドルを後ろに引いてもらうと全身に力が入るのが感じられると思うので、それを維持したまま腕を伸ばして後ろに下がっていきます。姿勢を保ったまま深くしゃがみましょう。まずはこの位置で足の裏がしっかりと地面についたまま、左右に体重を移動していき、足首を大きく動かしていくようにしましょう。続いて真ん中で止まったら姿勢を確認し、足を持ち上げて床を踏むようにしていきます。しっかりとここでは足を高く持ち上げるようにしましょう。何度か踏んで止まったら、今度は膝を開いたり閉じたりしていきます。ここでもあまり足の裏が床から離れたりせず、股関節を大きく動かすようにします。足を少し開いて止まったら、手のひらを上に向けて一度背骨がまっすぐになるように整えましょう。まっすぐ床を踏んで立ち上がっていきます。もう一度動いていきますが、この時に足の位置が少しずれていても大丈夫です。ではもう一度ハンドルを引いて姿勢を整えたら、後ろに体重をかけていきましょう。そして深くしゃがみます。手のひらを上に向けて、ここで今度は一度自分の体を引き寄せたところで左右に動いてみましょう。少し体がほぐれてくるとさっきよりも大きく動けると思います。では真ん中で止まり、同じように足を上げていくんですが、今度は膝ができるだけ自分の二の腕に近づくように高く上げてみてください。体が大きく動くとあまり足が上がってこなくなってしまうので、胴体は真ん中に止めたまま動かしていきます。ここでもまた止まったら、左右に開いたり閉じたりしていきましょう。少し足を開いて、もう一度姿勢を確認したらハンドルを引っ張ってまっすぐ起き上がっていきます。続いて TRX のハーフニーディングヒップフレクサーストレッチです。ここでは股関節の前側をしっかりと開いていきたいと思います。ミッドレングスでアンカーポイントに対して片膝立ち、背中を受けて片膝立ちになります。よいしょ。でこの時に足の幅は広く、まずは準備しましょう。ハンドルを持って、ハンドルの位置がちょうど頭の斜め前ぐらいなので、もう少しだけちょっとアンカーポイントから出てみますね。ハンドルを強く押して、前の足で床をしっかりと掴みながら、掴むようなイメージで骨盤を引き寄せていきます。ハンドルは常に前に強く押しててください。ここから前の足と同じ方の手を後ろに回して、少し体が横に向くようになります。この時に後ろ側のお尻をぐっと締めてあげると、もう少しだけ体が前に大きく動くと思います。両手を頭の上に上げて、ハンドルを押しながら前の足を引いて
足を入れ替えましょう。前側にある足は膝の位置よりも少しかかとが前にある位置に置いてあげると、前に動いた時に背骨が反ったりすることがなく動くことができると思います。同じように片方の手を後ろ、常に両手には同じ力を加えてください。両手は頭の上、ではもう一度いきましょう。ハンドルを支点にして足を入れ替え、しっかりと骨盤を前の方に移動していきます。先ほどよりも少し大きく動いていくようにしましょう。両手は頭を入れ替えます。戻ってきたら正面を向いて立ち上がります。最後は TRX のコサックランジというエクササイズです。これは股関節を大きく、左右対称に移動しながら動いていくんですが、股関節の動きが悪かったりするとちょっとかかとが浮いたりすることが出てくるので、あまりそれがないようにしっかりと地面、足の裏で地面を捉えておくようにしてください。 TRX のコサックランジですね。ミッドレングスでアンカーポイントに顔を向けて立ちます。ここではですね、体重の移動が大きくなるので、さっきのワイドスタンスよりもさらにちょっと広いぐらいの足幅を見つけてください。でここでもあまりつま先は外に向かない、ちょっと股関節が硬いなと思ったら向けてもらっても構わないですが、正面を向けて、できるだけ正面を向けるようにしてください。ここで肩の真下に肘が来る位置を見つけます。ハンドルをしっかりと自分の方向に引き寄せながら、まずは片側に体重をかけていきましょう。この時に足の裏が全体が床についているようにしてください。かかとが浮かないように、ハンドルを引っ張って、反対側です。今ちょっとどのぐらいしゃがめるのかなっていうのをしっかりとハンドルをつかみながら確認してください。起き上がってきたら、可能であれば次は一番深いところまで行ってみますね。自分のお尻がかかとに乗っかるぐらい下まで下がっていきましょう。引っ張って一度起き上がります。しっかりと姿勢を整え、もう一度反対側です。一番深いところです。一度起き上がって、もう一度反対側。今度はここから少しチャレンジです。反対側にできるだけ床に近い低い位置を通って移動していきましょう。ここでちょっと辛いなと思う人がいたら、少し体を起こしながらでも構いません。ちょっとチャレンジなので、できるだけ低い位置を通りながら大きく体を動かしていきます。もう一回ずついきましょう。さあ、だんだんと深く床に近づいていくことができると思います。さあ、最後はできるだけ低いところを真ん中で止まったら、少し体を引き寄せて床を踏み込み、まっすぐ立ち上がっていきます。ここまでで7種目のモビリティのエクササイズ、モビリティのワークアウトになりました。で、手足が動かしやすくなってもらう、可動性を上げていくっていうのがモビリティの目的になっていて、先ほど一番最初にも話したようにストレッチとは違っているので、あまりこうダラーンとすることがないように、しっかりとハンドルをつかんだり押したりして、自分自身で手足を大きく動かしていくことをイメージして続けてみてください。